g ファースの法則は、先行する音節の音声に影響されたことによって、インドヨーロッパ祖語の母音の前の渡り音のあるシーンの発音を説明する法則である。先行する音節の重さに条件付けられて、特にこれ Y と Y の間での交代を指す。例えば、パイのコ残るエスは、ゲルマン祖語のハージーズ、コート語のハージーズ、軍隊になったが、パイカードヨエスは、ゲルマン祖語ハーダイジャズ、 ゴート語、ヘアダイス、ハーディーエス、羊飼いになった。これは、交代に、形態論的な関係がないが、オニーンドン的状況に依存することによって、アプラウトとは区別される。パイは、重音節の後に現れたが、ワイは、軽音節の後に現れる。この現象は、ドイツの文献学者エドゥアルト・ジー・ファースによって、発見されたが、彼の目的は、ゲルマン・ソゴにおける。 一定の現象を説明することであった。彼は最初から語中の Y についてのみを論じた。また、ほとんど余談として似た現象が最も早い段階のサンスクリット語の資料にも見られることを指摘した。それゆえ、リグベーダダイビーカミノは実際には三音説であるとして分析されるが、さてや正しいは綴り字通りに因率が分析されるのである。 g ファースの後、これらの全ての証拠は不十分であったが、ギリシャ語とラテン語での似たような UW というの交代を研究者たちは発見した。時が経つにつれて、ビヨントリューオンの死因における生節性の類似の交代に関する証拠が発表されたが、そのような交代は永続的で実際には不可逆的な痕跡を残したという事実にもかかわらず、これらの証拠は 非常に不十分である。例えば、サンスクリット語の道具設備時から、トラマイナスは、ほとんど常に死ンまたは長母音に後続するので、ティラマイナスでなければならないが、ポーチラマイナスのような形は存在しない。このように書かれた、あるいは因律分析された証拠は、リグベーダや他のどのインド語の資料においても実際に見られる。ほとんど共通だった、設備字、ティラマイナスが、 どのようにトラマイナスによって置き換えられたかはよくわかっていない。ありがとうございます。